前、スワローズドリームゲームの閉会にあたりまして、野村克也監督よりご挨拶を頂戴いたします。野村監督、よろしくお願い申し上げます。なんとお礼を申し上げていいか正直言葉もありませんが、ウーウィークデーにもかかわらず大勢の皆さんにご来場いただきまして本当にありがとうございます。私の長い野球人生でヤクルトスワローズには一生恥を向けて寝れません。ヤクルトの日本を来て日本一に3回リーグ1と4回まあさせていただきました。これほど褒めやらんことはありません。また今後も小川監督以下選手に頑張っていただいて今は最下位もうどう考えてもヤクルトには足を向けて見れませんし、もうヤクルトに頑張ってもらう日が私の残された人生と言ってこんな寂しいことはありません。陣地は早く再開を出してくれて終わってください。帰りながら応援しております。今日は大勢の皆さん本当にありがとうございました。改めてヤクルトの人気にびっくりしております。大勢のファンがいらっしゃる、改めてそれを知りました。小川監督、ファンの皆さんも裏切らないでこれからも頑張ってください。よろしく。どうも今日はありがとうございました。よろしくお願いします。日本の皆さんのファンでした。野村監督、ありがとうございました。そしてオープンハウスです。スワローズドリームゲーム全てのプログラムを終了いたします。スワローズは今後も全てのファンの皆様と共に次の歴史の一日に向けて歩んでまいります。皆様本日のご来場誠にありがとうございました。ただいまより選手が頂戴を一周いたします。ファンの皆様、スワローズのレジェンドに今一度どうぞ大きな